全国高等学校野球選手権神奈川大会第1回戦。本日の第1試合、横浜住吉松屋高校対北陽高校の試合を行います。試合に先立ちまして、両校のスターティングメンバーさらに審判員をお知らせいたします。先攻北陽高校、1番センター河合くん、センター河合くん、2番レフト橋本くん、レフト橋本くん、3番セカンド浦野くん、セカンド浦野くん、4番サード関くん、サード関くん、5番ピッチャー北川くん、ピッチャー北川くん、6番ショート桜井くん、ショート桜井くん、7番ライト清水くん、ライト清水くん、8番ファースト落合くん、ファースト落合くん、9番キャッチャー柳原くん、キャッチャー柳原くん。対します高校、横浜サイエンスフロンティア高校、1番セカンド染くん、セカンド染くん、2番ショート落ちくん、ショート落ちくん、3番センター山村くん、センター山村くん、4番ファーストミチズキくん、ファーストミチズキくん、5番キャッチャー木原くん、キャッチャー木原くん、6番サード三上くん、サード三上くん、7番ライト大井くん、ライト大井くん、8番ピッチャー相原くん、ピッチャー相原くん、9番レフト中本くん、レフト中本くん。審判員は球審鴨川、球審鴨川、一塁我慢、一塁我慢、二塁寺脇、二塁寺脇、三塁緑川、三塁緑川。以上4種でございます。なおこの試合のアナウンスは一人の高校野球部マネージャー白井が担当いたします。試合開始までしばらくお待ちください。